も関戸香音なんだよね。はい、ということで今日は引っ越しについての動画です。高校を卒業してすぐに引っ越しをする予定だったんですけど、めんどくさい。不動産屋さんに行くのもめんどくさいし、正直部屋を見に行くっていうのもめんどくさいなと思っちゃって、気づいたらもうこんな冬です。もう卒業して1年が経とうとしています。さすがにちょっとまずいなと思ったんです、思ったので頑張ろうかなと思ったんですけど、とってもめんどくさがりな私は行動できそうになく、ということで今日はすみぽんに紹介してもらった不動産に詳しい方をお呼びしました。はじめまして、レムパのお姉さんです。よろしくお願いします。 TikTok でお部屋紹介をしているレムパのお姉さんに来ていただきました、はい、お願いします。お願いします。ちょっと私の悩みを解決していただきたいと思います、はい、お願いします。ぜひ。一人でお部屋探しをするのがとにかくめんどくさくて、うん、対面でやんなきゃいけないっていうのが本当にめんどくさいなと思っちゃうんですけど、それってどうですかね。そうですね、なんかお部屋探しするなら不動産屋さんに行かなきゃって思っちゃう方いっぱいいると思うんですけれども、うん、今あのオンライン仲介っていうのがありまして、うん、もうお家にいながらお部屋探しをすることができちゃうんですね。ちなみにルムパもそういったそのサービスになってます、うん、なのでお店に行かないでこう内見だけして好きなお部屋決めたりだったりだとか、うん、もう内見もめんどくさかったらテレビ電話つないでもらってそれを見ながらお部屋探しっていうのができちゃいます。テレビ電話でいいんですか。そうなんですよ。え、すごい、めちゃくちゃ優しいですねめちゃめちゃ便利です。それだったら私にもお部屋探しできそうですね。よかったですちなみにおしゃれなお家に住みたいんですけど、はい、どういうお部屋がいいとかありますか。そうですね、結構今コンクリートを基調にしたお部屋とかすごい人気です、うんうん、ただちょっとコンクリートのお部屋だと、まあ、物件によってなんですけど夏は暑かったりとか冬は寒かったりとかっていうことがあるので、まあ、一回内見してから決めるのがいいかなとは思います、うん、なるほど。お話をするときにその見るポイントとかも一緒に教えてくれるんですか。あ、そうですね、まあ、こういったお部屋がいいとかっていう要望を伝えていただければ、まあ、こういうところは気をつけた方がいいですよとか、内見の時はこういうとこ見ましょうっていうのも一緒にお伝えできます、めちゃくちゃありがたいですねあとおしゃれなお部屋ってどうしてもこう値段が、うん、お値段がちょっと高くなってるイメージがあるんですけど、うん、家賃を下げるというよりかは、うん、もう月々にこうお部屋に住む上でかかる お金っていうのを下げることならできます。例えば、ガス代とかなんですけど、うん、プロパンガスと都市ガスっていうのがあって、都市ガスだとプロパンガスに比べて2分の1くらいの値段なんですね。で、だいたい平均が都市ガスだと1人暮らし2300円くらいなんですけど、プロパンガスだと4000円超えちゃったりするんですよ。なのでそういうところに気をつけてお部屋探しもするといいと思います。へー、そうなんですね、はい、あと初期費用なんですけど、いい感じの部屋を見つけて近くの不動産屋さんで見積もりしてもらったら45万円近くかかってしまって言われたんですけど、はい、ちょっと見てもらっていいですか。あ、もちろんです。これルムパだともっと安くできますね結構物件によってかなり値下げができるんですけど、ここだと管理会社からこのルムパのような仲介会社にもらえる費用っていうのがついてるので、うん、関戸さんがに払う仲介手数料っていうのは0円にできます、はい、その他にも、まあ、これだったりこれだったりっていういろいろな項目も交渉したら削れることがあるので、うん、そうですね、このお見積もりだとだいたい22万円くらい削れちゃうかもしれないですね、そんなに、はい、なので最低でも1年間住むって考えたら大体1月あたり2万円くらい安くなるので、その分家賃高いところにも住めちゃいますよ。なるほど、はい、おはようございます。さてここはどこでしょうか。そうです、ついにお家が決まって一人暮らしを始めることができました。イエイ。ルムパのお姉さんに相談してだいぶ安くこのお家を借りることができました。皆さんもぜひお家探しに迷っていましたらルムパに相談してみてください。それでは今回の動画も見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではみんな、じゃあねー。